レアル・マドリードの FW ロナルドが前半12分にチームの2点目を決めた。1次リーグで最多となる9点目で、初めて全6試合で得点した選手になった。美しい得点でチームを助け、また一つ記録が増えた。本当に幸せだ、と喜んだ。すでに2位通過が確定し、数人の主力が先発を外れる中、フル出場で勝利に貢献した。エースは、何より大切なのは1次リーグを突破して、また優勝するチャンスがあること。3連覇できればいい、と貪欲に高みを見据えた、共同。